今日はベルの家に来ています。先日遊びに来てくれたので、今日はベルちゃんに会いに来ましたよ。お、キデさん揺れる揺れるはい、そうで、ここの手綱に力が入ると、はい、ブレーキになるので、ね、馬が止まるんです、はい、なのでちょっと長めに持ってここ捕まってもらっていいので、はいはいはい、体をちょっとドカッと、そうですね、お尻でバランスを取るようなイメージでこの力をすごく抜いてください、はい、そうですそうです、高子さんスタイルいい、つま先のあぶみの力を抜いてもらって、やっぱり内転筋がバッチリ鍛えられてるよね。そんなイメージで持ってみてください。ベルちゃんよろしく。そうですね。慣れてくると多分大した揺れじゃなくなると思うんですけど。ちょっとね、小雨が降ってきましたけど。じゃ何も聞かずに始めちゃいましたけど、とりあえず引き馬っていう形で一周くるっと回る形と、はいはいはい、あとはセルフ乗馬っていう形でちょっとこう自分で操作するような形とありますが。大丈夫ですか？じゃあそれで行っていきたいと思います。初めてなんで。本当ですか？じゃあクレインでも？クレイン僕乗ってる。あ、本当に初めてですか？あ、そうなんですね。全然初めての割に堂々たるもんですね。